天気の状況がだいぶ変わりつつあります。朝から北寄りの風、スタートライン上は追い風、だんだんと強めの傾向となってきました。そして上空だいぶ厚い雲目立ってきています。最終日の SG 第59回ボートレースクラシック、強風のためこのレースからはモーター安定板装着となります。6レースの一般戦を迎えています。対戦メンバー1号艇愛知池田浩二、2号艇香川三島誠司、3号艇大阪松井茂、4号艇福岡前田翔太、5号艇徳島田村貴信、6号艇静岡徳松秀樹、以上の6名です。コースはすんなり枠なりです。1コース1番の池田、昨日の準優勝戦途中は2着争いという展開でした。前半3着2コースに2番の三島、前半逃げたかった3番松井3コース、そして昨日準優メンバーはもう1人4番の前田が4コース角、5コースに5番の田村、6コースに6番の徳松です。やや追い風強め、安定板装着となります6レース。進入はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。ダッシュ成功スタート。4コースから4番の前田が伸びていく、抵抗する3番の松井、松井が1番先にまくる展開、2段まくりでいったのは5番の田村。さあまくり合戦からここは3番の松井がわずかに前に出ました。内から伸び返す4番の前田、刺してという展開。その後ろ1番の池田は現在4番手、スタートは前提正常。インテシンリードは3番の松井、4番の前田を振り切って2番の旋回、一方2番手1番池田が競りかける、しかしここは前田がかました。スタート正常、レースはホームステレッチへ移りまして、これから2周目。先頭ここで3番の松井がリードを3テシンと広げていきます。一方2番手は4番前田、その後ろは2テシン半の差、5番の田村、3番手で4番手から差が開いてきました。2周目1番の旋回、4番手から6番の徳松と1番の池田を追いますが、まだ3番手とは 3,4 テシンと差が開いています。最後方離れて2番の三島が追走です。先頭3番の松井、リードは4テシン近く。2周に幕の旋回、2番手追走に4番の前田、3番手内から競り勝って6番の徳松ですが届きません。5番の田村かわしました。3番手抜け出して、レースはこれから最終周回です。ダッシュ勢がスタートから仕掛けましたが、そのダッシュ勢に合わせてまくりいく展開。3番の松井が先頭を抜け出して最後のバックステレッチへ移ります。リードは4停止、先頭3番の松井、前半戦は逃げて、そしてここはまくって最終日連勝が見えてきました。2番手追走に4番の前田、そして3番手5番の田村、4番手は競り合いになって、まだ3、4番手差は4停止ほどと開いています。最後内から1番の池田が追い上げる、しかしここも5番の田村かわしました。3番手守りきります。先頭3番松井五輪、4番前田五輪、5番田村五輪、1番6番の順で五輪、2番三島五輪、